炭素繊維ガラス繊維繊維は動物の毛、比較や植物などから得られる自然に伸びた、または人工的に伸ばされた、細くしなやかで凝集性のある細長い素材。ASTM インターナショナルの定義では、繊維は物体の形状であり、材質を問わないとされている。繊維とは、元来は布を織る材料となる糸の素材のことである。ASTM インターナショナルの定義では、 繊維は材質を問わず、長さは直径あるいは幅の100倍以上あるものとされている。繊維の内膀石などの加工に耐えうる強靭さを有する繊維を防食繊維という。繊維は特に細長くなった個体である。このような構造は強く引き伸ばした場合か、ある特定の方向に分子が積み重なることで作られる。いずれにしても、 そのために構成する分子の向きが揃うなど、普通の個体の状態より強くなる例が多い。しかも絶対的に細いため柔軟である。また、生物素材では内部に空洞を持って缶を作るなど、さらに複雑な構造を持つものもある。これを緩く組み合わせた布などの場合、軽くて柔らかい上に繊維の間に多量の空気を含むことから断熱効果が高い。 衣服として使われるゆえんである。密に組み合わせた構造では、柔らかさは失われるが、単に固めたものに比べると柔軟で丈夫な構造となる。繊維は、天然の植物、動物、鉱物から採取される、天然繊維と腎臓の腎臓繊維に分けられる。日本では、一般的に、腎臓繊維は、化学繊維と同義で扱われており、この場合の化学繊維は、 化学処理を施した繊維あるいは科学的手段によって作られた繊維と定義される。科学的手段を狭く解釈する場合、ガラス繊維などは人造繊維であるが化学繊維ではないことになる。しかし、一般的な繊維の分類では、化学繊維の化学は競技の化学による化学組成の変化だけではなく、溶融など物理化学も含めた化学的手段によって、 作られた繊維を化学繊維として天然繊維と分けている。天然繊維と人造繊維の分類は繊維の一般的な分類の方法であるが天然繊維の綿を樹脂で過凶結合したものや複合繊維のように分類上問題のあるものもある。天然繊維は繊維の形状が自然に作られたもので植物繊維、動物繊維、鉱物繊維に分けられる。化学繊維は 繊維の形状が人工的に作られたもので、無機質繊維と有機質繊維に分けられる。ありがとうございます。